オックスフォードユナイテッドフットボールクラブはイングランド、オックスフォードシャー州、オックスフォードを本拠地とするサッカークラブチームである。2020から21シーズンはフットボールリーグ1に所属。1893年にヘディングトンユナイテッドとして設立されたオックスフォードユナイテッドは1960年に現在の名前を採用した。 サザンフットボールリーグを制覇した後、1962年にフットボールリーグに加盟し、1968年には2部リーグに昇格した。1976年に降格した後、1984年から1986年にかけて1部リーグへの昇格を重ね、1986年にはリーグカップで優勝した。しかし、UEFA が、 イングランドのクラブのヨーロッパ大会への出場を禁止していたため、1987年の UEFA カップに出場することができなかった。1988年にトップリーグから降格したことで18年間の低迷が始まり、2006年にはナショナルリーグに降格し、フットボールリーグから降格した初のメジャートルフィー獲得クラブとなった。 4シーズン後の2010年にプレーオフを経てリーグ2に復帰したオックスフォードユナイテッドは2016年にリーグ2で2位になりリーグ1への昇格を果たした。ロン・アキントンはクラブ最多出場回数560回以上シューカーはフットボールリーグ最多出場回数478回。ロンの弟グラハム・アキントンは最多ゴール107ゴールの記録を保持している。 このクラブでプレーしている間、19人の選手が国際試合に出場している。スウィーイングトンタウントレディングがライバルクラブである。オックスフォードユナイテッド FC は1893年にヘディントンで結成され、1911年にサフィックスユナイテッドと合併しました。ヘディントンの聖アンドリュー協会のジョン・スコット・ターナー、牧師と地元の医師、ロバート・ヒッチングスによって、 設立されました。ヘディントンユナイテッド FC はヘディントンクリケットクラブの選手たちが冬季休暇中に体力を維持するための手段でした。1913年にロンドン郊外のロードにあるウッテンズフィールドを購入したが、1920年の再開発によってクラブは移転を余儀なくされました。1925年にマナーグラウンドを購入し、この施設は夏は クリケット施設として、冬には、サッカー施設として使用されていました。結成から6年後の1899年、ヘディントン・ユナイテッドは、第一次世界大戦前まで、オックスフォード・シャーチック・ニブリーグに所属しました。1921年には、オクソン・シニアリーグに加盟しました。初年度は9から0の勝利を収めました。8ゴールは、ピードリュイットによるものこれは、 オックスフォードユナイテッドの一試合に挙げた歴代最多得点です。1931年 FA カップ予選に初出場しましたが8から2でハウンズ FC に敗れました。この頃クリケットチームはホームを離れカウリーバラックスの近くにある施設に移りました。アマチュアであったクラブが プロサッカークラブへの転換が最初に検討されたのは1948-49年シーズンのことでした。当時クラブの会長であったビッグクーリング氏はヘディントン FC がサザンリーグでプレーするために申請しました。1949年にプロリーグであるサザンリーグに加盟し、1950年にはイギリスサッカークラブ初となるナイター設備を導入しました。 当初はオレンジとブルーのシャツでプレーをしていましたが、1957、58年シーズンに現在の黄色のホームシャツに変更されました。1960年ヘディントンユナイテッドはクラブの知名度を高めるためにオックスフォードユナイテッドに改名しました。ありがとうございます。